ワレンチン・ガブリーロフは旧ソビエト連邦の陸上競技選手。1960年代後半から1970年代初頭にかけて活躍した男子層高飛び選手で、1968年メキシコシティオリンピックの銅メダリストである。モスクワ出身。ガブリーロフは人間衛星とも言われ、ベリーロールで2メートル28の世界記録を樹立した。 ワレリー・ブルメルの次の世代のソ連のハイジャンパーである。1966年のヨーロッパ選手権では 2m06 で7位という結果を残し、翌1967年には 2m12 でソ連のチャンピオンに輝く。1968年のヨーロッパ室内陸上では 2m17 で優勝した同じソ連のワレリー・スクボルツオフと同記録の銀メダルを獲得した。 ガブリロフは1968年のメキシコオリンピックに出場。メキシコ大会の総高飛びは歴史に残る大会となる。ガブリロフはアメリカのエドカルザースと共に優勝候補と見られていた。しかし、同じアメリカから出場した見慣れない跳躍を見せるディック・フォスベリーに監修の注目が集まった。この跳躍こそが現在の世界の常識となっている背面飛びであった。 ガブリロフは 2m00 から跳躍を始め、自己ベストとなる 2m20 まで1回も失敗することなくクリアした。一方のホスベリーも 2m20 まで1回で成功していた。しかし、2m22 にバーが上がると1回で成功したホスベリーに対してガブリロフは3回とも失敗。カルザースが 2m22 を成功したため、ガブリロフは銅メダルとなった。 翌1969年には2メートル2 1の自己ベストを出し、同年には2メートル1 7でヨーロッパ選手権も制覇。しかし、メキシコオリンピック以降、総高跳びの跳躍法は急速に背面跳びに移行していく中、ガブリロフの成績は振るわなかった。ありがとうございます。